学校給食ということで私にとっても本当に思い入れの深いテーマでもありまして皆様と一緒に議論できることを楽しみにしていますのでどうぞよろしくお願いします。 私庶務課長の村野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。あの本日はあの庶務課とですね、えー、学務課あのとても隣同士で仲のいい課なんですけど、そこからですねあの職員5人をよりすぐりの5人を選んで、えー、皆さんの班の中にもあの参加させていただいております。庶務課から2名、えー、学務課から3名、えー、それぞれの班に入らせていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。それでは最初私の方からはあの教育費とか。 えー、杉並の教育についてちょっと大まかにご説明させていただきましてその後学務課のうちのさんの方からあの学校給食の方についてですねちょっとご説明をさせていただきますそれではちょっと始めさせていただきますえー、とまずあの、えー、杉並区教育委員会としましてはですね今年度から教育ビジョン2022の取り組みを開始しております この教育ビジョン2022は人生100年時代を区民誰もが学びを通して自分らしく豊かに生きるためのよりどころとなるように杉並の教育の基本的な考えを示すものでございますスライドと,とともにお手元の方にも資料をちょっとお配りさせていただいてますので合わせてご覧いただければと思います私たちが大切にしたい教育こちらにつきましてはみんなの幸せをつくる杉並の教育を掲げております 共に尊重し大切にしたいこと一人一人が教育の当事者として心がける視点視点としましては5つを示させていただいています子どもの思いを尊重する違いを受け入れる対話を大切にする学びの成果を送り合う教育を社会をですね作る当事者として考えるこれ,からこれらのことを学び合い教え合いかかり合って取り組んでいく。 いうようなものでございます次に行きます、えー、と義務教育における児童生徒の就学状況でございます実際にどのくらいの子どもたちがあの区立杉並区立の学校に来ているかっていうと小学校ですと9割中学校でいうと約6割のお子さんが子どもたちが え、立の学校区杉並区立の学校に来ているような状況でございます。残りはですね。あの国立とか私立とかですね。そちらの方に通われているという状況でございます。えっ、ー、と杉並区立の本学校につきましては、は小学校が40校中学校が23校、その他に区立の特別支援学校が1校ございます。 現在 29, 2万9,072名、まあ、5月1日現在ですけど通っているところでございますで児童数どうだっていうとまず小学生でいうと昭和54年のピーク時は3万7,000人ぐらいいましたその後減少になりまして平成17年には1万7,000人ぐらいですねまで減りましてそこからは少しずつ増えているような状況で今は微増傾向が。 続いているような状況です。まだ令和8年9年ぐらいまでは増えていくような推計をしております。じゃ中学校の方生徒数でいうと、昭和58年がピークでですね、その時は1万6千人ぐらいいました。今よりですね1万人ぐらい多かったんですね。でそこから減少傾向が続き、えー、平成17年ぐらいは6,335人。そこから、えー、だいたい横ばいが続いているような。少しここのところちょっとずつ増えているような。 状況です。中学校に中学生につきましても。まあ、令和よ、十四年ぐらいまでは、少し増えていくかなっていうふうな推計をしているところでございます。えー、次はですね。あの、一般会計当初予算における教育費です。一般区の、あの、会計。ええー、当初予算がですね。二千百七億円。そのうち、あの、教育費。につきましては。えー、えー、十二パーセント。二百五十三億円。だいたい。 大体例年10%ぐらいが教育費区の予算の中の予算の中の10%ぐらいが教育費の割合になっておりますで主なものとしましては、えー、小中学校の改築85億円今現在あの富士見ヶ丘小学校とか杉並第二小学校とか改築を進めてますけれどあの64校あるうちの50%を超えてもう築50年を過ぎてます。 ですので今後やっぱ建て替えとかですね、長寿命化とかを進めますけれど、やはりこれはどうしてもお金が今後もかかってくるものでございます。それとあの情報教育の推進ということで25件。先ほどちょっと音声出なかったんですけど、今子どもたちはタブレット1人1台ずつ持ってます。で、それは学校で使うだけじゃなくて、家にも持ち帰って使えるような状況になってます。で、タブレットは毎日使ってますので、どうしても4年ぐらいで買い替えとか、 そういう経費が必要になりますしネットワークの環境を整えたりとかそういうことでここは令和2年度にすべて1人1台のタブレットを配布しましたので新たなかかってくる経費とといいうことでございますそのほか学校給食の推進こちら18億円ですけれどあの杉並の学校給食はあの自己方式ですべて自分のところで作っています。で栄養士が 格好 1>, 1名いましてで調理につきましては64校中ですね56校はですねあの委託をしてですねあの今作っていただいているようなことでございますその他もちょうど説明しますけれど独自に実施している保護者負担軽減というのがございましてそれをがま2億円ぐらい毎年かけています。 あとはまあ,あの教員の働き方改革のさらなる推進で1億円後ほど説明しますけど就学援助4億円ようなことでございます。これに載ってませんけどそのほか学校教育以外にも図書館の運営とか社会教育にかかる経費ももちろんございます。で、え、は、ー、義務教育における保護者負担ってどういうふうな法律上の位置づけがあるかといいますと。 憲法二十六条の二項で、義務教育はこれを無償にするというような定めがございます。ただし、えー、昭和三十九年の最高裁判決でございまして、えー、憲法の義務教育は無償とする。 との規定は授業料のほか教科書学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めるものと返せることはできないということで全てが全部無償化っていうわけではないんですよっていうふうなことでございます。具体的にはあの例えばあの教育基本法の方ではあの公立学校の授業料は徴収しないとか教科書は無償。 だとかいう定めがありますけれど実際に保護者負担をしていただいている経費ももちろんございますそれのちょうど説明させていただきますそれとこれはあの文部科学省の方の調査なんですけど全国調査でございます子どもの学習費調査というのがありましてどのくらいかかっているかという調査でございますこちらはあの学校給食費やあの軸代とかですね家庭教師の かかっているお金は入っていませんけれど、学校教育にかかってどのくらいにかかっているかということで。私立と公立とちょっと比べているようなものでございます。例えば、小学校でいうと。年間六万五千円ぐらい、公立ですけど。あの私立でいうと、九十六万とか。中学校でいうと、公立だと十三万ぐらいが。私立だと百万以上かかっている。まあ、ちょっとどういうものがかかっているかというと、やはり私立だと。 授業料とかですね、そういう経費が結構私立の場合はかかっているという効率と私立かなり違いがあるっていうような内容になっています。これは二年に一回、えー、調査を行っている国が調査を行っているものでございます。でこれはあのじゃあ国立学校どうなのかっていうことで、えー、区の方でですねちょっと調査をしたものです。こちらにつきましても学校給食とか塾代とかは除いておりますけれど、まあ小学校でいうとまあ五万五千円ぐらい、中学校でいうと十一万三千円ぐらい。 小学校で言うと教科、まあ、あ活動費が結構かかっている中学校で言うと教科活動費のほかにもあの修学旅行とかねそういうことの経費にもかかっているという内容になっております。それと,、えー、と実際にあの公費私費どういうものがあるかということであの青い色の部分が保護者に負担いただいている経費でございます。例えば、えーとですねあの 修学旅行のお金とか、あの給食費とかはあの保護者にご負担いただいているものです。で、黄色い部分があのこれ、杉並区独自で保護者負担を軽減するために実施している経費でございます。ちょっと後ほど説明しますけどで、実際にこの今黄色い部分のものです。けれどこういう教材費小学校でいうと教材費移動教室にかかる施設利用料体験学習費用とか。 こういうものはあの本来保護者に負担いただくところを保護者の負担軽減で公費で賄っているものでございます。だいたい年間でですね、小学校でいうと九千二百円ぐらいを年間一人当たり区の方で負担しているものでございます。中学校の方ですと中学二年生スキー教室とか行ってるんですけど、そこのスキー教室のレンタル用具とかですね。 そういうのを公費で、あの賄っているものでございます。これ全体合わせますと毎年。2億円ぐらいを公費で負担しているものでございます。次がですね、就学援助制度。こちらは。経済的な理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対してですね。学用品費や給食などの。学校で必要な、費用の一部を支給するという制度でございます。あの所得の制限は、ありございます。 実際にどういう日目を支出しているかといいますとあの定額で支給しているのは学用品費や入学準備金になるんですねで実費で支給しているのは給食費とか修学旅行費とかかかったお金を全部見ているというふうな内容でございます、えー、とこちら大体学年によりですね違いありますけど小学生であれば小学校1年生が一番多くて年間11万ぐらいなんですね 中学校で言うと中1と中3でそれぞれ18万弱の支給を行っているところでございます。で、実際あの支給の実績としてましては、小学校で言うと大体10%ぐらいのご家庭ですね。中学校で言うと18%ぐらいのご家庭が支給をされていると予算としましては2億円弱それぞれですね。合わせて4億円ぐらいの予算額でございます。 えとこちらの方はアンケート結果なんですけれど、えー、と保護者が負担するです、ね、学用品及び給食費等の就学に必要な経費の軽減の在り方について検討するためです、ね、あの教育委員会内に検討会を設けて今、検討しております。そこで,です、ね、やはり中で検討するだけじゃなくて保護者の皆さんの意見も聞いた方がいいんじゃないかということで保護者の皆さんにちょっとアンケートを取らせていただきました。 全世帯にアンケートを取らせていただきまして回答率としては 35%7713 世帯の方からご回答いただいています一番この質問はですね教育に関わる経費について経済的に負担を感じているかどうかというふうな調査でございます36%の方がかなり負担を感じている少し負担を感じている方が45%合わせると81%の方が方が 負担を感じているというふうな内容になってございます次のアンケートでございますがこちらにつきましては教育のうち負担に感じている経費はどういうものでしょうかということで三つ選んでいただいております一番目が習い事に関わる経費こちらが一番多くて次が被服被服費に関わる経費三番目があの学校給食費が えー、負担に感じているというふうな内容となっています。次の調査はですね,、えー、とですね区がですね税金で負担すべきと思うものを3つ答えていただいてますが一番目が学校教育で使うもの教材とかタブレット端末とかそういうものの支給や補助が一番多くて2番目が移動教室や修学旅行に関する経費。 三番目はあの学校給食、えー、全額補助、えー、そういうふうな内容となってございます。ここからはちょっとあの学校給食に今度は特化したご説明をさせていただきます。それでは続きまして学校給食についてご説明いたします。あの私学務課保健給食係内野と申します。よろしくお願いいたします。 ではまず学校給食とはこちら学校給食法という法律がありましてその法律に基づいて運営をしております学校給食法では学校給食は子どもたちの健全な発達に資するものでありかつ食に対する正しい理解と適切な判断を養う上で重要な役割を果たすとされていますこちらの表は七つの学校給食法で掲げられている目標となっております こちらにあるように例えば2番では日常生活における食事について正しい理解を深め健全な食生活を育むことができる判断力を養うまた4番5番ですと食材がどこから運ばれてきているかまた食材に生命および自然を尊重する精神を養うまた6番では我が国の伝統文化などを知るということで 目標として掲げられていますというのも、えー、食事というのは365日一日三食食べるものでして、えー、年間1095食皆さん食べているものなんですねで学校給食はそのうち190から195回ぐらいということで年間食べるうちの5分の1が学校給食で食べる食事になっていますですのでこういった学校給食でおいて 正しい食事というのはどういうものなのかということを学んで成長していって大人になってもそれが引き続きできるようにということが一つの目標となっております続いて給食一食にかかる経費ですこちらは外算ですが給食にかかる例えば施設費設備費修繕費人件費光熱費食材料費様々な費用が給食一食作るのにかかっております 右の区分というところをご覧いただきたいんですが学校給食法では施設費から人件費までを学校の設置者が負担する光熱水費と食材料費は保護者が負担というふうに定められていますただこちら杉並区では光熱水費までが学校の設置者が負担するということで保護者に負担していただいているのは食材料費のみとなっております 一食給食を作るにあたっては概算で約834円の費用がかかって給食が作られているということになっておりますこちらは給食費の負担軽減のご説明です標準給食費と書かれているものこちらは一食作るのにかかる費用が低学年中学年高学年量が違いますので金額がそれぞれ設定されています また隣にある給食費の保護者負担額こちらは実際に保護者の方から集金している金額ですそちらの差額を公費で負担しているというのが令和4年度に物価高騰により取り組んだ区の策でありましてこちらは令和4年度の予算額で6266万2000円の予算をつけて保護者負担の軽減を図っております これは令和5年度も同規模で考えております。また、えー、今日のテーマである給食無償化にかかる費用ということで、えー、今の標準給食費に、えー、年間の給食回数をかけますと、えー、1人当たりの給食費というのは年間こちらの金額になります。 そこに児童・生徒数をかけますと総額16億6700万円余りということになりましてこちらが給食費無償化をした場合にかかる費用のご説明になります。はい、続いて、えー、杉並区の学校給食の取り組みをご説明させていただきたいと思います。 杉並区の学校給食というのは、あの、最初の学校給食法の目標でご説明しました通り、えー、給食が生きた教材になるようにということで、えー、いろいろな、えー、様々なものを用意しております。こちらで、えー、米飯給食の推進。こちらは、えー、国内、国内で取れたお米を使う、あの、パンや麺ですと、海外から輸入している小麦というのが多いものですから、えー、国内での消費を、えー 促すとということで米飯給食を週4回実施しておりますまた国内産食材の日といいまして調味料以外を全て国産の食材を使って給食を作るということを月に2回どこの学校も取り入れています。また区内農産物の使用の促進や食の安全確保の取り組みこれはの食材の検査などを行ったりしております。 また下の3つですがこちらは杉並区の取り組みを広くアピールするための取り組みでありまして料理レシピサイトのクックパッドに給食のレシピを載せていたりですとかあとレシピの本を出版しております。 また今日始まる前にこちらで流した動画なんですが杉並区の学校給食という動画を作りまして実際に学校の中で給食がどのように作られているのかというのを子どもたちに知ってもらいたいあと保護者の方々も知らない方が多いと思いますのでぜひそれを知って家族で家で会話をしていただきたいという思いでこういった動画を作りましたこちらはぜひまたお借りになられたらご覧ください え、杉並区の学校給食の献立です。こちらの7つの項目に配慮して毎月給食の献立を作成しております。この中でえ3番に生きた教材になるように努めるです。とか、あと5番ですね。児童生徒の思考等こちらちょっとご説明しますと。 たただただ学校給食は好きなものだけ食べればいいというわけではなくて栄養価をバランスを考えて提供しているものですのできちんと小学校中学校のうちにそれを知るそして少しでも食べられるようになるというのを目標としています。ですので思考というのはこれは単に好きなものということではなくて。 例えば調理法子どもが苦手な食べ物は切り方を変えたり味付けを変えたりしながら調理法を工夫して子どもたちが食べやすくそして慣れていけるような工夫をそれぞれの学校で考えながら進めています。また6番にある家庭で不足しがちな食品の使用こちらは豆類や海藻類などですねそういったものは最近家で取られないことが多くなってきていて学校で積極的に取り入れたりしています。 ですので必ずしも日本の伝統文化もそうなんですけれども子どもたちが好きなものだけを出しているわけではなくて子どもたちに知ってほしいもの食べてほしいものというのを学校給食に取り入れてそして食べてもらえるような工夫を重ねております。こちらは給食室の中のご説明なんですが給食調理に使用する機器としてこういった機械スチームコンベクションオーブン 回転釜こちらはもしかしたら想像つく方もいらっしゃるかもしれないんですが、えー、給食は大量調理で朝届いた食材をその日のお昼に出すということで時間との戦いにもなっていますですのでさまざまな機会を工夫して使いながら給食を毎日提供しておりますまた給食室改修工事というのも毎年行っておりまして、えー、古くなった給食室 を新しくするなんですがこちらは衛生的な作業ができるように現在の最新の衛生管理のシステムに合わせた給食室を改修で工事して実現していますこのような取り組みを行っていますが課題が全くないわけではなく今児童,生児童数生徒数が増加傾向にございますですので給食室の面積 調理器具機器の数などが確保が難しくなってきている中現状を工夫しながら作業をして給食を提供しているというのが現状ですまた同じようにアレルギー対応の子どもたちも増えていますのでそういった作業スペースが必要となっておりますまた児童生徒国際化としてさまざまな方が入学してきています ですので、コンタテの作成や宗教職の対応をどうするか、そういったことも今後の課題として挙げられます。こちらが給食費の23区での無償化の予定となっております。実施の予定として手を挙げている声が上げているところは現在9区ございます。こちらの理由としては保護者負担軽減、また物価高騰による緊急支援策。 こちらは世田谷区が1年間行うという表明していますまた子育て支援策の一つとしてということで練馬区は第2子以降無償化ということで話が出ておりますまた検討中とごく上がっていますがこの中で江東区がえ最近になって5年度の途中から無償化にしようということでえ話が上がっておりますまた実施予定なしと、えー 表明してているのが旧区となっておりますその他の自治体での無償化における取り組みとしてはこちら千葉県いすみ市では自然と共生する里づくりというのを目指して有機野菜を有機栽培を促進するために市と農家さんたちが立ち上がって有機米を作ることになりました。 でこちらが、えー、学校給食で使おうということでそれに対して伊す市が学校給食の無償化をしておりますまた兵庫県愛用市では子育て応援都市宣言としてこちらは人口減少対策定住促進ということで無償化に取り組んでおります最後になりますが、えー、今日のテーマとして給食の無償化を検討するにあたって、えー、こちら左側に書いてあるのは、えー 今回参加いただく皆様に書いていただいたアンケートの中から拾ったものなんですが全ての子どもにおいしい給食を出してあげたい、えー、貧困対策として必要だ家庭の負担軽減ということであの無償化が必要だというあの無償化した方がいいという意見の中にはありましたでこ,この中で、えー、今まで説明があった通りなんですが例えば就学延長であの貧困対策など 行っていたりとか、全ての子どもに美味しい給食っていうのはもうあの出しているところです。で、この間のところですね。なぜここが無償化として給食を無償化するのかというところを今日皆様にぜひ話し合っていただきたいなと思います。我々教育委員会にいますと、子どもたちにとって何が大切なのかということを第一に考えてあの毎日仕事をしています。 ですので、えー、今日のテーマの、えー、話を進める中で、子どもたちにとってという視点にぜひ立って、えー、検討をしていただきたいと思います。私からの説明は以上です。ありがとうございました。えっとこのキックオフミーティング、今日四回目なんですけれども、今あの、えー、っと説明してくださった所管の皆さんと,、えー、っと他の、 部門関わってずいぶん悩み悩んで悩んでこの会を作ってまいりました。去年の選挙の時に給食の無償化というのを公立中 小中学校でのの無償化というのを公約に掲げましたで結果としてはあのもうご存知の方もいるかもしれませんが、えー、令和5年度の当初予算予算ですね一般予算というのがついこの間の議会で、えー、予算が可決されましたけれどもその中に、えー、この学校給食の無償化というのを含めることはできませんでした。今まで通り値上げ分については保護者の え、皆さんのサポートをし続け続けていくというところで、まいろいろ理由はあるんですけども、あのそういったあの区役所としてはといいますか？あの結論を出して今今のところですね。それで、それで議会でえー、っと通過したという今状況です。で、この間ですね。まあ、あの選挙が終わってからも、まさにこの今今日に至るまで、この学校給食というのが。 正直言って私が思っていた以上に世の中がものすごいスピードで動いているということをちょっと皆さんも感じるところがあるのではないでしょうか先ほどの教育委員会の説明から最後の2番目のスライドになりますけれども実施予定9区ってこれ分けてありますよねあの分かりやすとても分かりやすい図だと思います。で本当にこのまさに23区だけ見てもまあ拮抗しているような状況になっていると。 であのまあ、ちょうど分かれてる感じなんですけどもうちょっと詳しく見るとですねこの江東区というのがまず本当につい最近、えー、もう江東区の区長というのは給食費無償化反対だった方なんですけどもさまざ、あ、まな理由で特にこうあの物価高騰とか子育て世代の 支援ということで、えー、とそこの方針を変えて踏み切ったということですねで、江東区というのはですね23区特別区長会というあの23区の区長が集まる会があるんですけどもそこの会長さんなんですね でこの状況の中でこの会長をやってる区が無償化に踏み切ったということは結構大きなメッセージとなって他の区長たちに届いてますし当然あのメディアとかもそのように反対をしているわけです。でで一方方国の方を見てみますと これも本当につい最近の話ご存知かな自民党の茂木さんが最初にこの今子育て支援対策というのがこの本当に予想以上の少子化の進行の中で喫緊の課題に、まあ、政府与党としても大きな課題になっていてじゃあ子育て予算支援予算どうするかというのが今あのまさに国会で話し合われていますよね。 でそれであの野党の方はこうなんでこう詳しいことが出てこないんだみたいな状態の中で6月までにえその予算子供子育て関係の予算をまとめるそして子ども家庭庁がもうすぐできるというような中でえっと自民党がですねこの給食費の無償化というのを提言子試案というものに入れたんですね。 でこれまあどういう意味かというとこのこれからえっと少子化こまこれは国の予算が出てくるわけですけれどもその中にまあ政府与党とか自民党がそれを提言したということですからまあもちろんこれ最終的にどうなるかわかりませんよまたから野党じゃないんですよね与党がの自民党が言っているということでこれはまあどう考えても大きなまあ動きなわけですそのぐらいやはりこの今の状況子育て の世,代世代を支援しなければいけないという、えー、このまあいろんな意味での圧力といいますか、えー、とそしてあの物価高騰で、えー、と子あの大変だということが、まあ、政治の世界でも非常に大きくなってましてその中で一つ給食というのがまあ象徴的な存在になっているのかなと思います。 ただ今日はですね、まあ、皆さんと別に政治のお話をしたいのではなくって本当に杉並区の子どもたちにとって将来にとって、まあ、給食ということを通じてです、ね、子どもの成長だとか杉並区の未来をというのを考えていきたいということなのですが、まあ、そういう中でもあの、えー、とちょっとこのバックグラウンドを皆さんにちょっとお知らせしたいと思いました。 え私はいろいろ話したいことはあるんですけどつい最近杉並区のえっと大,小大工小学校杉並大工小学校の、えー、っとこれ公務ではなくて自分であの勝手に勉強会に行ったんですけれども栄養士さんの方がお話をしてくださっていて杉並大工小学校は直営の、えー、を あのさっき直営と委託っていうお話ありましたけどもしかもそこはモデル校だそうで非常にいろいろな取り組み。 をあのししてていらっしゃっゃ、えー、子どもが参加できるような給食の、まあ、作ったり食べたりみたいなことも、えー、であとランチルームがあるって言ってあのみんなでこう教室ではなくてみんなで集まって食べるところがあるとでもう本当にコロナ禍で3年間そういったさまざまな先進的な取り組みがほぼもう本当にできていなくてもその栄養士さんは退職されたんですけども今年 かなもう本当にあのそういう,もうカリスマ栄養士さんみたいな人がね最後の3年間子どもたちと一緒にできなかったのはきっと残念なんだろうなということを考えたりしておりましたあとはきこれもまた本当に先週の話で私荻窪小学校に行ってまいりましたけれどもそれはあのエコスクールの見学で行ったんですけれどもちょうどですねお昼時だったんですお昼11時ぐらいでもうね給食のいい匂いが してきてあの給食のそういう匂いとかって本当にみんな私も自分でびっくりしたんですけどもあなんか給食の記憶がすごくよみがえってきてあの、まあ、ちょっとお腹空いてたっていうのもあったんですけども本当になんかこうあ学校ってこうだったよなみたいな感じで今の学校にはちゃんとこうサンプルもあってですねあの給食今日の給食が上がるようになっていてその日は思わず「今日の給食は何なんですか?」って聞いちゃったんですけどお赤飯。 あのも卒業式が近いのでということであのそんな、えー、本当にこう子どもとの頃の記憶っていうのは本当に大きいなと思って帰ってきたりもしました。で一方で私自身はあのな、えー、と子育て小中学校をですねあの、えー、と日本でやっていなくって。 オランダとベルギーちょっと皆さんにちょっとエピソードとして紹介したいところ変わればということをあのちょっとご紹介したいんですけれどもあのお,弁当お弁当というか給食はなくて給食室もなくって基本的には自分の食べ物を自分で持っていくんですけれども、まあ、日本でいうとこのお弁当ですけどねあの、まあ、今でもありますよね小学校学校給食全部全 できてないなところもあるし私立とかも幼稚園とかもありますけどもオランダとかベルギーでは食文化が全然違うっていうのもあるんですけどとにかくあのいわゆるお弁当的なものがですね朝ごはんに食べたパンパン食べるんですけどそこにもう一個作っといてチーズを1枚とかハムを1枚とかあとヌテラっていうチョコレートのとても健康によくないあのペーストがあるんですけどもそれをバッて塗ってお弁当箱バッて入れてこう終わりなんです。 物のの秒ででできる給食、給食じゃお弁当当というのを、あの本当にもうパン一切れなんですよ。ちょっとびっくりしちゃうと思って今日その写真を私ねずっと探してて今日あの昔こ,のここまでランチがミニマリストのランチってあるかなとか思って自分で面白いなと思ったので撮った写真があったんですけど見つかんなくってでそれをまあ私9年間小中とやってて。 子供こんなんで大丈夫なのって思うわけですよ学校の日本の給食知ってたらでもまあ実際に子どもたちは普通に育ってるしあの、まあ、オランダ人とかベルギー人で背とかもすごい高くってあの、まあ、それでですね私はまあそれがいいとか悪いじゃないんですけれどもとにかくであの例えばプチトマトとかねそれじゃさすがにかわいそうと思って入れたらあの子どもたちは別に入れなくていいとか言ってでりんごとかも入れなくていいとか言って。 そんななんてったんですね。なので、私は9年間、本当にあのもう30秒でできるサンドイッチをいつ1切れ持ってまあ、みんなそうなんですよ。全員がなので、まあ、これがまあところ変わればというお話ですね。あのですので、やっぱり日本の給食ってすごいっていうのはあのそれで本当に強く感じています。その食べ物、あのいろんなメニューがあって、あのこう。栄養士さんがしっかり考えて、そして美味しくて、そして。 それでもさっきの、えー、とご説レクチャーにあったように日本の文化とか伝統とか食材とかを子どもたちに食べ方とかね伝えていくっていうあの教育の一環としての給食っていうことなんだなっていうのをもう私はあの本当にあの感じるところです、えーと。あと5分なんですけれども最後にえっ、ー、と今日ちょっと皆さんに 視野を少し広げるっていう意味で杉並区のこと考えていくんですけども韓国の例をお話をさせていただきたいと思いますご存知の方はいるかもしれないんですけども実は韓国ってこの給食この話が無償化とともに、まあ オーガニック給食って言ったら分かりやすいかもしれませんけれども韓国では新環境新環境あの親しい環境で環境に優しい食材っていうことですねそれの給食と学校給食の無償化というのが同時に進んでいきました。 でこれがこの10年というのがものすごい大きな、えー、っと大きなというか何が起きたかというと現在現在どうなっているかというと韓国の学校では今幼稚園から高校まですべて無償です。でもこれ本当最近最近なんですでもその運動というのは10年かか10年以上かかってるんですね。で韓国でも先ほどの日本の、えー、っと憲法ありましたけれども。 えと日本の憲法とと,あのとても似ていて憲法の第31条 3, 3項で義務教育は無償であるとなっています日本の憲法の場合は26条ですね。えー、っとそれでじゃあ,あの義,務教、えっと、義務教育はこれを無償とするといったときにじゃ給食というのは教育だと思いますか というのが、まあ、私は自分自身に今日問いかけたいなというふうに思っている一つのちょっとポイントです。で韓国のこともうちょっと続けるとですねこれは2002年ぐらいにだからもう20年前ですよねあのまあ市民運動だとか生産者の人たちが学校給食全国ネットワークというのを作りました。 でやはりこういうあのなんでしょう本当にもう20年の歩み、まあ、最後の10年は割と政治的な歩みなんですけど20年かかって、えー、と各地でこういったあの学校給食を、まあ、その時食中毒とかあと汚職っていう問題があったので学校子どもたちをそれから守ろうということで、えー、全国的な運動になりました。そして大きかったのが20 10年に えっと、地方選挙があったんですけどもそのその際地方選で、えっと、給食無償化を行いますよと言っていた首長がたくさん全国で当選しました。 動きですそしてそのまあ直後の2011年というのも重要でこれはあの首都のあるソウルですねソウルはまあ,まあ東京みたいなあのまあ規模は東京ほどじゃないですけども、まあ、似たようなやっぱり特別区が25区あっていうことなんですけれどもここのえっと市長が、まあ、もうすでに韓国ではれが大きな政治問題になっていたので住民投票をやりますと。 寄食無償化に関してやったんです。でこのその時の市長さんはえっと住民えっとなだっけな学校給食は反対だったんです。だから住民投票で否決されると思ってやったんですね。そうしたら可決されちゃったんです。でその時の市長はまあ、可決されたら自分は辞めますっていうふうに言っていたので辞められたと。でその後に2011年か。 以降にに市長になったのがパク・ウォンスンさんという方でこの方本当に大きな有名な弁護士さん人権弁護士の方で本当にこれだけじゃなくてたくさんのことをやった方なんですけれどもこの人がですねえっとこの方が2011年にソウルの市長になられてそしてやっぱりこの全国韓国全国 極く都市的な動きが加速したというのがありますね。で、さっき言ったように、その、えっ、ー、と、学校給食の無償化とともに、やはりその食材を作っていく。その食材をどうするかという時の。 あのさっきいすみ市って千葉のいすみ市っていう例出ましたけど日本の中でも学校給食の割とこう地方の小さな都市でこう自分あのそ,その都市の農業とかを支えていくその経済を支えていくそして働く人環境を守っていくそして子どもたちにそ,のそういったものをこう受け継いでいく見せていくっていうようなことを学校教育給食を通してさまざまな社会的な側面をあのこうあのの課題をね 達成しようという動きは日本でもたくさんあります。で、こういったことがやっぱ韓国でもあって、でそれがまああの無償化とも結びついていったという感じなんですね。で結果としてはですね、もうこれ本当にあのもうそ,そこにはたくさんのあの努力があるんですけれども、結果として今、えー、学校給食先ほど言ったように、えー、私立、国立問わずですね。 えー、この全ての国公立私立を問わず幼稚園も含めて、えー、特殊学校も含めて今は、えー、さっき言ったように無償化そしてそのうちのですねでに40%がの食材というのが、えー、っと新さっき言ったオーガニックの、まあ、環境とか地域を守る食材で、まあ、なるべくこの地元を中心に作られているということです。そそういったところで、あのじゃあそれい まあ経済効果っていうのももうすでに測られていてそこの経済効果いろいろ指標があるんですけれども例えば、えー、オーガニックの,、えーとの,まあ、の農業の方法をか変えるっていうことですね、えー、有機農業の面積が3倍になりました学校給食のに生かされることによってそしてその経済効果の農家の収入というのも13.3%上がったというような、えーまあ、たくさんの指標がのうちの一つなんですけども出ております。 15分経ちましたので私からの,あの皆さんへの情報提供本当はねこういつもここ体験型の何かあるんですキックオフって本当はもう当然ここで給食食べるのが一番いいねなんて最初は盛り上がってたんですけどもなかなか土曜日でそれもかなわず、まあ、あの今回は体験なしなんですけども、えー、今日はこのようなあの所管からと教育委員会からと私からの思いをつ あのお伝えさせてもらった上で皆さんとより対話を深められれば良いと思ってます。どうもありがとうございましたということでですね最後は個人の部分お話を踏まえた上でその上えで自分はどう考えているか。 ということについてですね最後お話いただいて終了したいと思います残り時間ですね限られておりますので1分間で回したいと思いますあのびっしり切りますので、えー、じゃあありがとうございますパチパチパチという形でいきたいと思いますのでその点あらかじめご了承いただければと思います時間はね皆様にとって平等ですのでねはいんんはい、あ、じゃあですねお名前とそしてバインダーの形でお願いしますではよろしくお願いします、はい あの区長からの話にもあったんです海外の事情、えっと、中のグループでも出たんですけどドイツとか他のところも踏まえてえっと、一旦日本的ではあるんですけど文化として、えっと、教育として捉えて教えることでその中で他国との差も、えっと、勉強しながら本来どこに向かうべきかっていうのを考えた方が、えー、より、えっと、効果があるんじゃないかと思って賛成にしました。以上ですす、はい、ありがとうございます拍手 素晴らしい発表ありがとうございました。このような形でですね順番に回していただければと思います。では次三根川さんよろしくお願いいたします。はい、えー、あ三川と申します。えー、すみませんビッキンニュウなんですけどえっ、ー、と最初賛成する気満々できたんですけどもちょっと皆さんのご意見いろいろ聞いて反対の意見もたくさん聞きまして、えー、まあ財源どうするのかとか。 あの少子化に正直つながるのかわからないという意見を聞いて、あのまあ正直分からなくなりまして、あのどちらかといえばというかどちらとも言えないんじゃないかという思いになりました。なので私は賛成とも反対とも言えないというのが意見でございます。以上です。はい、ありがとうございます。では次三宅さん、よろしくお願いします。 はいえー、よろしくお願いいたします。えー、杉並区の泉の泉方、えー、から来まましした三宅と申します、えー、僕も迷いましたけどちょっとどちらかといえば賛成とさせていただきます。ちょっと反対を賛成にするところが迷いなんです <laughs> だったんですけどあの確かに反対意見たくさんあったんですけど、えー、もう単純に無償化は、えー、家計負担の軽減にありがたいと。 もうこの一点で私は賛成という方にどちらかといえばさせていただきます。まあ、気になるところは、えー、区民の全ての子どもに行き渡らないというところが気にはなります。あの私立に通っている子とか。でもまあ,あの先ほど紹介してもらった図表でもあのそういった方々は1割なのでもうとりあえず9割の人を救う走りながら考えていくというのがいいんじゃないかと思ったので今回給食の無償化には賛成と。 いう方に私は意見させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。おぎくの菅野です、えー。私はどちらかといえば反対にしました。えー、まあいろいろ考えたんですけれど、あのまあ負担してるのは食材費だけで、他の部分は国に負担していただいているので、まあそれくらいは自分の子供を食べさせてもいいかなっていうのと、あとなん、えー、でしょう。 やっぱあのどうなるかわからないというか今とてもあの杉並区の給食がいいのでえっ、ー、とそれが無償化で本当冷凍食材で給食センターでってなるの心配だっていうのがまずあります、えー、今のところはなので反対にさせていただきましたありがとうございますどうぞ。す どちらかとというと賛成です理由としては、まあ、直,接の給食直接的に給食とは考えられませんけどもやはり社会全体で子育てをしていくべきじゃないかそういう広い視点から見て私は賛成しました。それからもう1つあるのは あの今回今の状況でいけば杉並区でも無償化実現多分するだろうと思いますがそこで一休みではなくてやはり今度は日本全体というか無償化した他の区と連携してですね東京都や政府に働きかけて同じ日本で働い,ている子どもたち全員が無償化によくするといいなと思いまますすそういういいいいい取り組みを杉並区でやってたただきたいと思いますぜひよろししくお願いします。 ありがとうございます。では次よろしくお願いします、えー。高円寺から参りました長谷川です、えー。私も皆さんと同様に非常に悩んだんですけども、えー、とりまあ、とりあえずというかどちらかといえば賛成です。で、こう、えー、なぜならではなく、ただしにしました。ただし、まあ令和三年度レベルの保護者の負担であるとか公費の負担である。 あのそういった金額をです、ね、もうこれからも極力上げないような努力を、えー、杉並区に頑張っていただきたいということで、えー、区長には頑張っていただきたいと思います。 えっと、エリと言いいまますすよろししくお願いします私もちょっと今日は書けなかったんですけど、えっと、私もともと反対の気持ちでここに今日来ていました。というのはやっぱりこう給食という,こう消,え消え物にお金を使うよりももっと残るようなものにあの教育費として使ってあの税金をあ無償化する問題あればそこに使ってもらえるような工夫があるといいなというふうに思っていたんですけれども、まあ、今日いろいろなお話を聞いたっていうところとあと無償化することの先に、まあ、経済的な活性みたいなところ のイメージが回るっていう話を口調から伺って、なんかそういうこう全体的な無償化のえっ、ー、と持つメリットっていうのをもう少しこう広げて考えていく必要があるかなというふうに思って今回はちょっと結論を出さないでいます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、えっ、ー、と西尾久からごめんなさい。西尾久保から来ました水川です。えっ、ー、と私も未記入です。というのはすごくあのこれ。 どちらかつけるにもすごく悩ましいですよね。とってもあの改めて悩ましい問題だということに気づかされました。であのどちらにも意義があると思います。なので今回このミーティングを通してこれから考える、えー、子どもの教育とか、えー、いろんな権利とかにまつわることを含めてですね、あの私現現場にいるんですけれども、えっ、ー、と一助にしていきたいと思います。今日はありがとうございました。 ありりがとうございまますえと上草から参りました大渕ですす私は反対なんですねで理由としては財あのたくさんの財源があればそれは選択の余地があると思うけれどもだんだん財源が少なくなっているので無償化っていうのはお金があるから片方では無償化になっているっていった場合にないからできない。 っていうのはやはり税の債の務分配からしたらそれはおかしい問題ではないかと思います。それから貧しい世帯も確かにあります。その場合には福祉的な面で手厚く当然するべきだと思いますしまた子どもの問題なので,で非常にデリケートですよね。ですから相談窓口をわからないような形であのできる。 それで子どもには、そういうことを教育とかで、やはり当然の権利である。っていう、次の世代を作るわけですから、そういう教育の充実っていうのは必要だと思います <laughs>。もっと言いたいんだけど、うん。しょうがない、一 <laughs> 分間。ありがとうございます。<laughs> はい、では拍手。杉並区泉から来たら福原です。えっ、ー、と。 一旦どちらかといえば賛成です。なぜなら小学生の親だからです。まあ、あの確かに無償化になるのは親としては嬉しいと思います。だけどあのやっぱり皆さん話に出てるようにじゃあ財源どうするんだとか公平感税金使う以上公平感どうなんだとかっていうところを考えていくとまあ、親だから賛成だけど点点点とかっていうところもあってうちはアレルギー持ちで。 給食で迷惑かけたりだから作るのが別枠だったりして迷惑かけたり退職官なんでおかわり3回ぐらいしてるんですけどじゃあそういうとこって公平なのっていうところもあったりとかして結構悩ましいなっていうのは正直です。でやっぱり同じチームの中からあの他にお金を使って給食費はそのままっていう優,優先度っていうのも考えてもらいたいかなっていうので一旦は賛成ですけどよろしくお願いします。 ありがとうございます、えー、全福寺から来ました佐野ですよろしくお願いします、えー、私自身、えー、と,とある小学校の学校運営協議員を6名やりまして今そのまま会長という職をつかせていただいて3年やっておりますで、また別の小学校で今 t a 会長も務めてまして、えー、といろいろその学校の問題等々をこの10年ぐらいずっと話してきていた中で給食 の無償化っていうのを一度も話してきてきなかったんですねここ突然ポッと出てきてきただそれ以外にやるべきことっていうのがまだまだたくさんあってただし学校でまだ和式だけの小学校があったりとか、えー、やるべきものっていうのの財源がほかにもあるんじゃないかというところであの校舎の問題同じ70周年ぐらい経ってるのに片方が新しくて片方古いとかあと先生の不足だったりとかさまざまな問題をこの10年ぐらい話してきていて予算が足りないと言われて実現できていたかったか。 たものがたくさんある中で給食が無償化になって財源がそこで確保されるならっていう思いがあるのでえっと反対とさせていただいております以上ですありがとうございますよろしくお願いしますはいえい、ー、づから参りました宮村と申しますよろしくお願いしますえー、私はどちらかといえば賛成にしましたえっ、ー、と迷ったんですけれどもやはり小学校中学校 の子どもを持つ当事者からしたらやはり親子で安心して学校生活を送りたいというのが1点とあと給食はあの生きた教材だというふうに思っておりますので、えっと、どちらかといえば賛成にしました。以上ですすありがとうございます はいえっ、ー、と高井戸から来ました平田ですえー、私はどちらかといえば賛成の立場でした、えー、あの子供子育てというのをその負担ではなく社会全体でやるべきことというふうにしたときにやっぱり私は国がや無償化するべきだと思うんです国の責任でただそうは言っても国がやらないから、えー、自治体の規模でできるところっていうことで、えー、給食費っていうのは すすすごくわかりやいいいメッセージだなとううふうに思います子育てっていうのをみんなでしてきますよというメッセージにもなるしただあのこれはつなぎであって各自治体がその無償化している自治体が協力して国にもうガシガシ働きかけるというそれをしながら、えー、当面の間は自治体が無償化なんとか頑張って、えー、支えるというのがいいかなって思って いましたがいろいろ同じ班であの他にやるべきことがあるという話を聞いて少し揺れましたけれどもとりあえずは賛成です、はい、ありがとうございますえっ阿佐ヶ谷に住んでます西川と申します私はどちらかといえば賛成にしましたというのもあの賛成にしたときにどういうふうに変わっていくのかというのを見てみたいなというのもありまして でおそらく今の杉並区の給食って先ほどもおいしいとおっしゃってる方いらっしゃいましたけれどそんなにこう悪いものではないと思うんですねただその給食っていうものが単純にその栄養を摂取する以外にも何かもうちょっと町のことを考えたりとか子どものこれからのことを考えるっていう議論の一つの種になるのであれば変わっていくっていうことが必要なんじゃないかなと思っていましてなのであのすごく期待を込めて賛成にしております。 に住んでででおりますすす中村です、えっと、私の意見ととどちらかといえば賛成です、えー、なぜなら理由はですね保護者さんも地域も笑顔になれるからということで,でやはり先ほどもやっぱり ね、あの何人の方かが意見ありましたがやっぱり地域で育てるという感じで,で私もあのご近所さんにあの小学生の男の子の、まあ、お友達といっちゃなんですがいろいろ顔見知りの子がいましてやはりその子にちょっと媚び売りたいので3,000にいたします以上ですありがとうございます。 はいえっ、ー、とももいから参りました藤堂と申しますよろしくお願いします私はどちらかといえば賛成にしましたでまあこちら主語がも,もちろん私はなんですけどで私はあの先ほどいらっしゃいましたけど小もう娘が低学年の娘おりましてなので保護者としては絶対賛成なんです反対するメリットはないんですただまあ今日お話し,しててまあ他の立場からあの考えたときにとかまあ 将来のこととかいろいろな視点があるのに気づかされたのでまあ本当に再生して、えー、まあ、うん、いうことにちょっと迷ったんですけどまあどっちかというと変化を起こして、まあ、財政が厳しいとかっていうところもなんかアイデアを出し合ってその無償化したからこそあのメリットもあると思っ なのでまあ参戦しました。その他言いたいこともあるんですけど、まあ、ちょっと時間が来たので、ちょっとまあ国ですね。あとは国と学校給食法との関連とかがちょっと分からなかったので、また勉強したいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございますでは。大江さんお願いします。えっと岩木に住んでいます大江と言います。えっと私はどちらかといえばえっと最初のうちはあの教育費の 割り振りの中から給食費の無償を実現するんだったら反対ということであの意見を最初のアンケートに書いてたんですけど割り振りを教育費の中から出さないというのであれば、えっとっていうのが前提なんですけど保護者の負担軽減になるというのとそれと財源が一本化されるので まあ行政側の手間が減るのかなとか <laughs> 思ったりとかそれと実施される区もあるのにえっと杉並がしないっていうのはやっぱり子育て世代にちょっとだかもしれないですけどアピールが少ないのかなと思ってあの賛成ということで意見が <laughs> あの変わりましたあ、はい、はい、ありがとうございます。 皆様です、ね、丁寧にお話ししたいことをコンパクトにとどめていただいてですね1分で全員回すことができました、一応、ですね本日のゴール、これで達成ではございます、その上でですねさらに区長の方にですね特にこの点についてお話し聞きたいという部分についてですね今、皆様のお話を聞いた感想と合わせてですね特にちょっとこの後の時間、これについて話してみませんかということがありましたらご提案いただければと思います。 なんか皆さんと同様に私も本当にいろんな側面から今日の対話を通じて考えるでいる中で結構こう困っちゃうというか大変なんていうのかなこういい悪いとか賛成反対とかそんな簡単じゃないなという思いは本当に一緒だなと思っています。どういうい条件だったらとか そういうこういうことを目指すならとかやっぱりそういうあのものが今日いっぱい出てきましたよねそれがすごかったなと思っているのと、えっと、私自身はあの、まあ、今日もいろいろ出てきてそう皆さんに聞きたいことはね、えっと、いくつか言いますねいっぱいあるんですけど、えっと、分かりやすいところでは。あの 無償化と有償、まあ、無償化と無償化しないということと給食の質とかあり方っていうのは関係すると思いますかというのが一つのクエスチョンですね。そういうの結構いくつか出ましたよね。無償化したら質が落ちる、無償化したら、えー、と給食の方式が変わる。じゃあ無償化しなければ質は落ちないのか変わらないのか。 私はそこに相関性があるのかどうか、私はないと思ってますけども、それが一つ、聞きたいなと思いました。えっ、ー、と、そして、社会全体で子育てをして、子供の、お、育、子育てじゃない、子供を育てていくという点も。出てきて、とても興味深かったです。あの、杉並区で無償化っていうふうにすると、すごくどうしてもやっぱりお金のこととか。じゃあ、先生はどうするんだとか、そういう、なんていうのかな、あの。 突き詰めていくような考えになってしまうことなんか傾向があるんですけどもおそらくこれはもっと大きなレベルで考えなきゃいけないお話であのそもそもまあ国の,あの教育の,あの先ほど言った給食は教育,あの教育が無償とするという中にもし給食が入るならばそれは当然当然無償なわけですよね国がやるべき。 で、そういうものが今ないっていう状態の中で、私たちは議論をしていると思うんですね。で、私自身の経験を自分が子育てした場所では、鉛筆さえも全部支給されました。絶対に買うものが何一つあってはいけないっていうのが、脳無償化を徹底しています。私があの子育てしたのはオランダですけども。で、しかも塾もないです。入学試験もないです。そして。 あの大学は無償ではないですけども年間10万です親の負担は。でそういう中での教育まあさっき言ったように給食はないんですけどえだから私たちがまあ納税者としてね子どもがいようがいまいがえものすごいやっぱ負担をしてるわけですよね。でそれを社会にどういうふうに還元するかこれ杉並区を超えてねやっぱ社会がどうありたいか。 とといいうことの議論だと思っててますそしてただそうは言っててもなかなかね前に進まないっていう状況の中で今給食というのが象徴的な形で多分浮上をしているとですからあのいろんなちょっとテーブルでも少しだけ話しましたけども給食器無償化したらいきなり子,あの子育て世代が楽になるとか子どもの数が増えるとか杉並区に人が移り住むとかそんな簡単な話じゃないですよね。 ただこの社会をどういう社会を目指すのかという前に進むために何が必要なのかというので私はあの給食っていうのはを考えています。ということを言った上で、えー、さっき言ったその、えー、と質の問題の話をもうちょっと聞きたいなと思ったのとあとは、えー、と公共性を取り戻すっていう ことを私は、まあ、あのかんいろいろかんいろんな側面から考えてるんですけどもその中に食べるということ、まあ、食と給食だけに限らずさっき食べる何ておっしゃったっけえっ、ー、と給食なんか食べる教育あい生きた教材だ。 すごい面白いなと思ってお聞きしたんですけどもそういう観点から見るとやはりその子どもがいてもいなくてもって社会の中でその食べ物っていうのかななので私実は公共食っていうのを考えていて給食食は公共食の一,一,つ一部なんですねだけど病院とか介護施設だとか保育園とかいろいろなとこでその食っていうのは関わっていてでそれをやっぱりこうあの 調達する、まあ、自治体として調達する力があるっていう中でそういう中で社会の経済とか農業とかサプライチェーンのあり方そのものをデザインしていくことができるのが公共職だと思ってるんです。で でですのでそれがだから無償か有償かっていうことはあんまり実はそこには直接関係するわけではないけれどもそこに戦略がなければいけないと思っていてその戦略の先には子どもを守り環境を守るっていう地域経済っていうことを私は考えていてそれので給食が持つ役割っていうのはものすごく大きいじゃないかなという中で、えー、っとこの学校給食を考えています今いとこです。 そんなちょっと問題提起をさせてもらったところでもうちょっと皆さんのお話聞きたいと思いますじゃあ、えー、岸本局長ちょっと後ろを見ていただいて今、えー、お話こんなふうな形で、えー、まとめさせていただいたんですねで残り時間があと20分、えー、あるかないかぐらいなんですけれども、えー、もうザックバラに出していただく形にしますかそれともあの特にこれっていうようなお話にしますかど,ど,うしますど,どっちがいいですか じゃあもう本当に自由にということで、まあ、今いただいたお話も踏まえてあるいは他の人たちの話を聞きながらですね今ちょっとこれ言っときたいみたいなことがある方に当てるような形で進めたいと思いますでできるだけ多くの方に公平に当てたいと思っておりますのでなるべくお話はシンプルにまとめていただけると嬉しいかなというふうに思いますことあらかじめご了承いただければと思います じゃシンプルにそのことでもいいですし、今とにかくここの場で言いたいことある方ですね、挙手で教えていただければと思います。特に私からは振りません。沈黙を愛します。あっていただけるといいかなと思います。加です。一点目ですけど、あの今区長あのいろんなビジョン話してくれたから、あのコストダウンだけがえっと。 目的じゃないというのをえ私は私で,きましたなのであのそのコストダウンっていうコストダウンとかコストの上限が決まっちゃうっていうことを懸念があって品質の低下っていうことにみんなあ皆さんっていうか多く私が感じた多くの人は、えっと、気になっていると思うのでそういうことがそういうことではないというのが分かれば直接関連性はないかなと私は思いました。私はここんなととが言いたいといいたうあの別の視点からででも結構でございます 私もあの質の低下には結びつかないと思いますしあの今例えば給食試食会みたいな形で公開されてたりそういったことがあるわけでそれを継続するっていうことをちゃんと条件として、えー、やれば無償化って別にそのただで作ってくださいってことじゃなくて財源が変わった保護者からじゃなくて区からだっていうことになるだけで。 質には関係しないと思いますし、それを担保するものをちゃんと継続すれば大丈夫だと思ってます。ありがとうございます。その給食の質の低下の件なんですけど、えっと民間委託しているところとあの民間委託してないところで、うん、先生方に聞くと味ってどうって聞くと答えさせないでっていうのが皆さんに伝わる答えだと思います。やはりそれで結局。 民間委託に変わってきているっていうことがどういうことなのかっていうことを考えるとやはり質の低下が結びつくか結びつかないかというのは分からないことではあるんですけどやっぱり今現状で民間委託に変わってきているっていう現状がある中でやっぱり質というか、まあ、食材は全部同じものを使っていると思うんですけども作り方だったり工程だったりは一緒だと思うんですけどもちょっと差が。 あます。それとあと一番下に子どもを守るというところがあるんですけれども今まで警備員さんの予算があったと思うんですけどそれがやっぱり削減されて今削減されましたよね。なのでそういったところが削減教育機の,の子どもを守るというところの警備員さんの教養警備員さんを こうコストを下げるっていうんですかそういうことが起こっている中で逆に子どもを守るっていうのは果たしてちょっと矛盾なんじゃないのかなっていうのもあって一体どこの,その教育の予算が削られるんだろうっていう、まあ、聞くとその学校に防犯カメラとかがついてるからあのいいんじゃないかっていうのはあるんですけど正直 PTA ですっていうと入れちゃうんですよねってピンポンって押して。で押すごとに先生たち授業とか何かしている時にピンポンと誰かが出てあの作業が止まってしまう。 警備員さんが行ってくれればピンポンとしてその人が札とか見ればすぐに入れてもらえるっていうのもあったりするのでそういったところがやっぱり削減されてしまっているっていうところであのこの無償化の予算はどこから財源が出るのかなっていうのは非常に気になるところではあります。減税カットされている部分があるのでその要望も杉書急きからカットしないでくれということで要望を出したみたいなんですけど昨年はそれも通らずにカットされてしまったっていうのは聞いているのでそういったところちょっと懸念はしております。 一旦今のお話を踏まえた上で、岸本区長、あの聞いてて思ったこととか感じたこととかあれば、お話しいただくといいかなと思ったんですけど。大丈夫ですか。<laughs> では、他の皆様、もしよろしければ。すみません、まだ時間あるようなんで。まあ、えっと、私の場合。あの1、一、一点目のところだけちょっと意見があるので、えっと。休職の質の低下に結びつくと思うかというところは、まあ、絶対下げちゃい。 下げるべきではないというか下がるべきではないと思うんですけど実際問題は、えー、と限られた予算とかの中で下がる懸念はあるんじゃないかと思ってはいます。でなんか、まあ、今杉並区の義務教育のっていう、えー、くくりがついた議論をずっとしてきてるのでそれは続けた方がいいと思,思ってますけども、えー、と私娘がいてあの教職給食のやつとか持ってきたんですけどもなんだっけな。えーと区の中でも えっと、メニューに差があるかないかとかそういう知識もないのでもし分かる方がいらっしゃったら区の中では統一されあいるかっていうと委託のところと直営のところがあるので違うっていうふうに理解してるんですけどその辺りは食材は一緒なんですかか区の方に答えていけましょうかね、はい、あの杉並区ではあの標準献立てっていう小学校中学校それぞれ標準になる献立を作ってそ,のそれを各学校が持ち帰って学校の行事とか そういった事情に合わせて組み替えたりとか少し入れ替えたりして出していますのでほとんど同じような標準の標準と同じような水準の給食が提供されていますそれはあの直営の学校も委託の学校も同じように栄養士がいて栄養士が指示を出してそれに基づいて調理をするっていう方法です。あありがととううございますも,もう一点は、えっと そうですねこの杉並区っていうところだけで考えてるあの区長の2番目の「社会全体で」っておっしゃるところは社当然そうですね自分の結構日本全体とかすごく考えてしまうんですけど日本全体でなかなか考えられないから、まあ、今こう最初はって言ったところだと思ってるんですけど。 ま、はい、あとますままとってない考えでもぜひその場で話してくださることで他の誰かが、ね、引き継いでくださることもあると思うので全然ありがとうございますじゃあおそらくこの後の議論の意見の出し方に関わってくるのでこの場合の社会全体での部分についてだけ岸本区長この場ではどういうイメージでお話しするかだけ決めましょうかね。そうおっしゃる通りですね <laughs> あの やっぱり具体的にね皆さん例えば PTA に関わってらっしゃったりあの本当にあの実際に給食食べてみたりあのよくご存知の方もあんまりよく知らない方もやっぱりこの今杉並っていう枠組みの中で考えていくってことはとても重要だと思うんですで実際に私が何かこうあの物申せる部分っていうのもあの杉並が基本ですのでねただただですよあのやっぱりこの教育の、えっと、権利とかそれから っていうことを考えると、これはやっぱり全体の子どもたちだからお金がある。杉並区がもしくはないって。杉並区はできなくて、他の子はできてっていうような。やっぱ差異が生まれてきまして、はいけない分野なわけですよね。これってでそれをやっぱりその国が進まないから、差異ができちゃってるっていうのが現実の中で私たちは生きていると思うんですね。で、それがもうすでにもうこう。23区も過半半分とかのレベルになってくると、これはもうやっぱり。 こうあの杉並区のことを考えながらね日本っていう国の教育子どもたちをどうしていきたいのかってどうしていってほしいのかっていうことを考えざるを得ないっていうのが今のまさにこの給食をめぐる状況だと思います。であと本当にあにご指摘もおっしゃる通りっていうのは教育費の今の杉並区の教育費の中でねそのパイを取り合うような議論になると。 やっぱりこっちの方が重要だあっちの方が重要だって警備員さんがあの、えー、と切られたことも知っていますそしてあの、えー、ともうこれから不補充がないようなね、えー、状況も知っていますこれは、えー、と杉並区の,ああの今今存在する計画の中に載っていることでして私も大変懸念している点ですけれどもあのなのでそれが、うん、やっぱり この今の状況を私は見ていて子育てを起こす子どもを持つという選択肢をした人たちが全体的にこう制裁される世の中だなというふうに思っているんですね。制裁とサンンクションっていうのかな <laughs> で,あのでそれをあのだからやっぱりこれだけの状態になってるんだと思うんですあの国全体がね。っていう中で。 あのまあ、本当にこの教育ってことに関するね警備員なのか給食なのかではない本当に子どもたちと未来を守っていくっていうことを考えたうえでた時の,その給食というふうに私は思っていてそこはやっぱり杉並を中心ではあるけれどもその先を見る視点というのは必要かなというふうに思っています。 さっっっきおっしゃったその杉並がいろんなところがやることによってやっぱり底力というかあの上に上げていくっていうことは大いにありうることで逆にそれを出して待つっていうことっていうことが私たちの本当に選択なのか国がやるまで待つっていうのがねそれともそれより国にプレッシャーをかけていくその一助になるのかどうかみたいなあのそういうこともね私はあのすごく重要な思考の一つかなというふうに思っています。 残りあと7分程度でございますあの今の意見でもに関することでも結構ですしあの本当にシンプルな感想気づき学びこの会に関してのことでも構いませんので最後何番かお願いします。あはいえー、っと、えー、じゃ私からあのそうですよ。3つ目のところの給食を公共食とおっしゃったのがすごくあの興味深かったんですけどあのこれは僕は詳しくないからあれなんですけど。 かつてこういう公共食みたいなことをやっていたのが、まあ、日本でなのか、まあ、韓国はその給食をね、あのされたっていうのは伺いましたけど、なんかそういうイメージが、モデルイメージがあるのかなっていうのはちょっと気になりました。なんかどっかの地方では、なんでしょうね、あの、ブラッと行ったらご飯が食べれるみたいなのがあるのかなっていうのは、ちょっと、あのモデルを、どんなイメージがあるのかっていうのを知りたいなと思ったことと、まあ我々の班で、グループで話したことで、一つ、 公共食ではないのかもですけど、あの子供食堂ですか。ああいうのはすごく面白い取り組みだなと思ってちょっとグループで喋ってました。なんかあの子育て支援という意味で言うと夜ご飯作るの結構大変なんですよね。なのであのそういう時にこう子供食堂に行ってご飯が食べれて、かつ地域交流もできてとかなんかそういう取り組みもあるのでなんかそういうところにもぜひこうなんでしょうあの活力を入れるようなことができたらいいのかななんて思いました。はい、以上です。 ありがとうございます。まあ公共職についてということで、まあ、あのご意見出してくださった岸本区長や、まあ他の皆様でも結構です。公共職について何かあの。ご存知の方いらっしゃったら、えー、ぜひお話しいただければと思います。あ、じゃどうぞ。えっと、あの社会全体で子育てをするとか、それから公共職。 公共性を取り戻すっていうお話なんですけれども私あのとても心地いい言葉だよないかなと思うところもあるんですよね。なぜかというとじゃあ公共色を考えることも大切なんだけどもプライベートのこと家庭それはどうなのかなってあの別に誤解のないように申し上げますけれども別にその復古的とかそういうことじゃなくてやっぱりある面で。 その社会全体で子育てをするとても大切なことなんだけれどもじゃあ家庭としてはどうするかそれから行政に対して自分は区民なんだから区,とし区民としてどう要望するかとかそれと同じだと思うんですよね。だからやっぱりそういうい考え方もあの社会 すするとということはとてもも大切なんですけれども同時にじゃあ自分はどうすればいいか行政に対してどういうことをあの望むのか自分の役割はどういうことをできるかっていうそのプライベートの面っていうのも最近なんか忘れられてるような感じであの思います。それで何で何も補助金とか あの今どんどん出てますけれども今1,000兆円のねあの赤字も出てるわけですよねあの。そういうことも考えていったならばやはりどうあるべきかな子どもはどうあるべきかなっていう考えるのも大切だけども今現在私はそれに対してどう思うかっていうそういう考え方っていうのも大切なんじゃないかなと思います。あの お金をもらうことに対して誰も反対はする人なんていませんよね。だから逆に考える必要があるんじゃないかなってあの七十のおばあさんは思います。以上です。ありがとうございます。三分程度ですね。はい。じゃどうぞ。えっと今物価が高騰していて材料費も上がっている中でなんかこう給食の質は下げない いうののはキープし続けられるのかなっていうのがちょっと素朴な疑問で今ニュースを見れば 10%4 月セ30%とかそれぞれの,あのものが上がっているのに給食はあのこの金額は上げずに質はキープっていうのがどこまで可能な選択なのかなとシンプルに今やっぱり思いました。なんか 昔はもっと多分おいしくなくってでおいしくなかったと思うんです私が食べてた頃ってだけど今こういい何て言うんですか食事の状態だけど物価は上がっててでも財源は変えなくってあの支払う親とか負担するとか社会が負担する気がこんだけっていうのに質を変えない変化は求めないっていうのはどうなのかなと思ってしまいましたすいません以上です。 それについてお答えできますあの、ね、今お話ありました、えー、と物価が上がってるっていうことあの先ほどのスライドの中のご説明の中でも。えー 標準給食費っていう作るものに対しては金額は上げてますが保護者の負担はそのままということでその差額を公費で負担してるっていうのが去年から始まったものですであの学校の栄養士がそれぞれ食材を工夫したりとか、えー、そういったところで給食の水準は落とさないように作っています。 そこは今後の物価の上昇を見ての議論になると思うんですけれどもここの公費負担のところの金額をどうするのか保護者の負担をその時に求めるのかそれはその時に議論になると思いますが今のところ保護者の負担は上げずにやっております。 はい、お一人ぐらいでえっとあの予算の問題でこの予算があれば他使えるんじゃないかっていう議論をしたりとか、えー、財政が厳しいから緊縮財政だからしょうがないんじゃないかっていうのが意外とこう広がっているんだけど私は最近それって本当なのかって疑ってみる必要があるんじゃないかと思うんですね。緊、え、縮、ー、財政で 厳しいから緊縮財政で福祉と教育は削られるみたいな方向にあるんだけどやはり緊縮財政これは本物なんだろうかちょっとこれから先になると非常に政治論議になるから私は避けますけどもあのもう一度改めて「えこれって本当?」って疑うことが必要じゃないか先ほどあったように予算のお互いが取り合いじゃない。 なんでこんなことになっちゃうのか。例えば、杉並区はふるさと納税で約四十一億円が外へ流れ出ちゃってるんですよね。これって何？これってどういうところから起きたの？まあ、そういったところから含めて、まあ、これ以上は言いませんけど、やっぱり疑いの目。ちょっと待てよっていうのが必要かなと思います。あの、すごく、あの、この予算があったら、他、なんとかじゃないっていうのは、すごく誠実な議論だと思うけど。 そこだけで、でなくて、もうちょっと。疑うというか、ちょっと考えることが必要かなって思います。まあ、ちょっと素朴な疑問というか、意見です。以上です。ありがとうございます。 そうしましたら、ですねまだきっとこんなことが思いついたとか言いたいという方いらっしゃると思いますので、それはですね最後にお渡しするアンケートにですねたくさん書いていただければと思いますこの時間、ですね本当にさまざまな思い、考え、違う方が集まって、ですねその結果としてさらに新しい考え、思いが生まれたお時間だったかと思います。最後にに、ね、にででですすねそんなおおお時間を作ったたた互いいい拍手で終わりたいと思います本当にお疲れ様でした 最後、区長え、さらっとお話を感想等ですねお話しいただいて、それで締めという形でよろしいでしょうかね。はい。はい、皆さん本当にお疲れ様でした。あのどのキックオフも本当にあの常々たくさんのあの私自身の思考を進めることもできるし、新しい学びも必ずあって、あのでも今日は特にですね。もう何でしょうね。こう。 まあ,ある意味ではちょっと緊張するぐらいすごくいろんなんでしょうあのことを考え皆さんだから脳みそ疲れませんでした今日 <laughs> 疲れたよね <laughs> 本当にご苦労様ですこういうふうに土曜日ですか今日の3時間を一緒にこうやって癖のことを一緒に考えてくれる方がいるということが本当に杉並区の強みだ,しだと思いますしあの今日もこう。 いろいろ意見が変わったりあのっていうそういう刺激っていうのをこの場があの私も含めて作ることができるできてきたっていうことも本当に嬉しいしあのこの場を作っていく常に作ってくれている考えながらあの作ってくれている職員にも改めて感謝したいと思います。えっと もう結論とかない本当にないんですけども途中にしてもこの議論は国でも杉並区でも進んでいくので是非皆様にあの注視していただきたいっていうだけでなくやはり本当に教育の現場給食の現場子どもたちの地域社会での様子というのを知っていらっしゃる方が多い皆様にこそね何でしょう,こう無償化とか関係なくと言ってるあれですけども教育全体で えがどのようにねあのなっていくのかもしくはそのお金とか関係なく給食そのものの質とか、えー、公開性だとかそういったものにぜひねあの関わりあの注意し続けてほしいそれによって本当に質の低下とかって絶対避けれると思うしあのみんながこうあの関わっていくっていうことが私がさっき言った公共性とか公共食っていうのの,、えー、あの意義とか意味合いなんだろうなと思っています。 あの公共職に、ね、さっきちょっとありましたけどイコールただとかそういういことででは全然ないですあの,この言葉がいいかどうかは別としてその一つの議論のあり方として考えているのは考えているっていうかその公共職のと、えー、いうふうに使うのはこれは公共政策が及ぶということです。 つまり公共政策というのは食べ物っっててすすごくいろんなことと関わってますよね。学校だけじゃなくてそれこそ農業政策産業政策それから教育雇用そしてさっき言った調達っていうもんね公共調達っていうことだとか本当にさまざまな社会に関わっていることの中にまあ 食べ物っていうかね特に給食のようなものを位置づけるかどうかという、まあ、戦略的な問題話だと思うのであのこれがあのただとかただじゃないとかいう話っていう感じでは思わないでほしいっていうのとあのやっぱりこういうそういう給食以外にもたくさんのね食べ物例えば区役所にカフェテリアがあ食堂があればこれも公共食なんですよ。なくなくっっちゃったんですすけどねそうすると 区役所で提供する食材とかそのメニューのあり方とかってもしかしたらすごいコミュニケーション力があるかもしれないやっぱり学校給食もコミュニケーション力あるわけですよねだからやっぱり社会全体で守っていったり見ていったり育てていったりするもんだと思うんですねそういう中にあのやっぱりお金の問題というのが出てくるけれどもでも決してお金だけの問題じゃないと私は思っています はいそんなわけであの、まあ、あの最後の最後にまたいろいろ言っちゃって余計余計なんか頭が疲れちゃったらも申し訳ないんですけれどもあのぜひぜひあの本当に皆さんの,あのこれからもそれぞれの地域社会でもしくは、まあ、あの議会を通じて多分議会でも話題に近々なると思いますのでそんな見方であの苦戦もしっかりとあの監視して見守ってくださればうしいです。